ノニコとラウレアのアントニオビジャスアレスはスペインムルシア州ムルシア出身のプロサッカー選手プリメイラディビシオンのレアルバリアドリードに所属しているポジションは MF カンテラ時代からレアルバリアドリードで過ごし2013から14シーズンにデルセイラディビシオン所属の B チームに昇格2014年4月23日のラシン・レルメー予選でプロデビュー その後も B チームでプレーし、2016年6月8日にトップチーム昇格が決まり、2018年までの契約を締結。しかし、8月4日にクルトゥラルレオネサに買い戻しオプション付きで移籍が決定。1シーズンプレーした。2017年6月、レオネサはセグンダリディビジオンへの昇格が決定し、同月12日にバリアドリードは、 トニーの買い戻しオプションを行使し、復帰が決定。9月3日の CD とニリフェ戦でバリアードリードデビュー。12月4日に2021年までの契約を、締結。2017から18シーズンは、西軍ダディビシオンで5位に入り、昇格プレイオフに進出。プレイオフを勝ち抜き、2013から14シーズン以来のプリメーラディビシオン復帰に貢献した。 2018から19シーズン開幕戦となった2018年8月17日のジローナ FC 戦でリーガ初出場。12月2日の CD レガネス戦ではリーガでのゴールを決めた。ありがとうございます。